カズハ、これはどういうことだ。気づいてたの？じゃあ離婚しましょう。いいよ。じゃあ離婚しよう。ちょっと待ってくれ。え？翔くん？どういうこと？俺の名前はヒロシ。サラリーマンだ。妻のカズハとは結婚して15年になる。カズハとは職場で出会った。当時彼女の上司だった俺は、仕事面や生活面のことで、いろいろと相談を受けていた。天真爛漫という言葉がぴったりの彼女と話しているうちに、俺は自然と惹かれていったんだ。俺から結婚前提で交際を申し込み、結婚するまでにそう時間はかからなかった。カズハとの結婚生活はとても楽しかった。彼女はおしゃべりで、俺たちは毎日たくさんの話をした。笑い声の絶えない家庭だったよ。結婚してからすぐに子宝にも恵まれた。カズハは正社員を辞めて子育てに専念した。娘の若菜は小さい頃からあまり手がかからない子で、俺たちは幸せな時間を過ごしていたんだ。でも、若菜が小学校3年生になった頃、カズハがパートへ出始めてから、俺たちの生活は変わってしまった。そろそろ私も外へ出て働きたい。ある日、突然カズハが俺にそう言ったのだ。でも、カズハが疲れてしまわないか心配だけど。大丈夫だよ。むしろずっと家にこもりきりの方が疲れるわ。そっか。俺も仕事から帰ったら家のことをいろいろやるから、無理はしないでくれよ。ありがとう。じゃあ、今度面接受けてくるね。数日後、早速彼女は面接を受けに行った。なんだか久しぶりの面接だから緊張する。そう言って出かけて行った彼女だったが、帰宅した表情は明るかった。採用だって。来週から来てって言われた。そうか。おめでとう。カズハなら大丈夫だと思ってたよ。本当？ありがとう。あのね、一つすごく嬉しいことがあったの。いいこと？店長がすごくイケメンだったのよ。え？だってせっかく働くなら、イケメンがいる職場の方が楽しいもん。まあ、そうだね。来週から楽しみー。おいおい、すっかり店長に夢中じゃないか。そんなことはないけど、もしかしてやきもち？大丈夫よ、店長も奥さんいるみたいだし。この短時間でそんなことまで聞いたのか。だってすごく話しやすい人で、たくさん話したから。カズハが楽しそうで何よりだったが、俺はなんだか嫌な予感がした。そしてその予感は的中することとなる。仕事を始めてから、カズハはおしゃれに気を使うようになった。ウキウキして出かける姿は、まるでデートにでも向かうようだった。最初は平日の昼間だけ働くという話だったはずだが、半年も経つ頃には土日も出勤するようになった。とある土曜日、仕事へ行く支度をするカズハに、若菜が話しかけた。ママ、今日も仕事なの？そうよ。ママのお仕事はお休みの日が忙しいの。でも若菜公園へ行きたい。パパと行けばいいじゃない。パパとはいつも行ってるけど、ママとも行きたいの。そんなこと言われても仕事だし、わがまま言わないで。俺は娘が気の毒になった。そしてカズハに言ってみたんだ。なあカズハ、土日は全部出勤しないといけないのか？カズハはパートだろ？せめて土日のどちらかだけ休みにすることはできないのか？そんなこと言われたって、無理なものは無理よ。店長が大変になっちゃうもの。店長が大変って、そりゃそうかもしれないけど、他の人と交代で出勤するとか。無理よ無理。ほら、私遅刻しちゃうわ。どいてどいて。カズハは聞く耳を持たず、そのまま慌ただしく出かけていった。俺と仕事をしている時は、ここまで仕事熱心な印象はなかったが。俺がため息をついていると、若菜が悲しそうな顔をしていた。ママ、行っちゃったね。俺は娘を抱きしめながら、一つ提案をした。ママは頑張ってるんだから仕方ないよ。よし。じゃあ今日は、ママのスーパーへ行ってみようか。ママがお仕事をしているところを見に行こう。やったー！行きたい行きたい！こうして俺たちは、カズハには言わずに、彼女の職場へ行ってみることにした。
家から歩いて行ける距離にあるそのスーパーは、休日とあって多くの人で賑わっていた。カズハはどこにいるだろうか。あ、ママいた。突然若菜がそう言って駆け出した。その方向を見てみると、カズハは品出しをしながら男性と話していた。俺はドキッとした。その男は、店長と名札をつけていたからだ。背が高く、カズハのテンションが上がるのも納得のいい男だった。カズハはとても楽しそうに話していた。あんなにも楽しそうな彼女の顔を、俺はいつから見ていないだろう。俺は心の中がざわつくのは感じた。若菜はカズハの方へ駆け出して行っていたが、それを追いかけることができなかった。ママ!あれ?若菜?パパと遊びに来たよ。あら、そうなの?俺の方をちらっと見たカズハに、俺は小さく手を振った。店長はどこかへ行ってしまい、カズハはため息をついた。もう、仕事中に急に来ないでよ。ごめんごめん。若菜がママに会いたそうだったからさ。こんなところに来たって仕方ないのに。ほら若菜、パパと公園行っておいで。やだ。カズハは俺たちをとにかく早く追い返そうとした。俺たちがいると何か都合が悪いみたいだ。じゃあ若菜、行こうか。はーい。じゃあママバイバイ。じゃあね。俺は店を出る前に、もう一度カズハの方を振り向いてみた。するとカズハは、またあの男と楽しそうに話していたのだ。俺が振り向いていることなど全く気づいていない。その日は一日モヤモヤを抱えたまま過ごした。このモヤモヤを一体どうすればいいだろうか。翌日、会社の昼休みに、俺は同期の藤沢を誘ってランチに出た。藤沢はカズハのこともよく知っていて、家族ぐるみで仲良くしている。なあ、藤沢、少し相談に乗ってほしいんだけど。なんだよ、急にランチ行こうって言い出したかと思ったら、そういうことか。なんだ?カズハのことで、ちょっとさ。カズハじゃん?何?もしかして、浮気でもされたの?そう言って藤沢は冗談っぽく笑ったが、俺が真面目な顔をしているのを見ると驚いていた。え?冗談だったんだけど、もしかしてマジなの?いや、マジっていうか、まだ確定したわけじゃないんだ。俺は昨日の出来事を藤沢に話した。藤沢は言葉を選びながら話し始めた。まあ、まだ大丈夫なのかもしれないけど、危ないかもな。やっぱりそう思う?実はさ、お前らが付き合い始める直前、カズハちゃん、他の奴と付き合ってたんだよ。は?まあもう時効かなと思って話すけど、カズハちゃん、お前と付き合う前に付き合ってた彼氏を、お前と付き合うからって振ったんだ。全然知らなかったよ。でもあの時、ずっと彼氏いないって言ってたと思うぞ。まあ嘘だろうな。そりゃ彼氏いるって言ったら、お前だって告白しなかっただろ?まあそうだけど、カズハちゃんは惚れっぽいってカズハちゃんの同期のやつが言ってたんだ。この話もそいつが教えてくれたんだけど、まあだからその今回のことは気をつけた方がいいかもしれないな。突然暴露された妻の秘密に俺は動揺を隠せなかった。それにしてもお前、その話もっと早く教えてくれよ。いや言えないだろう。それに結婚するって決めたんだったら、もうカズハちゃんだってお前一筋で行くんだろうって思ったんだ。まあそもそも、今回のこともまだ何も起きてないんだろ?まだ大丈夫だって。いや、俺は一気に不安になったぞ。まあ、でもいい情報ではあったよ。ありがとう。俺はこれからどうするべきかと悩んだ。でも、まだ若菜も小さいし、離婚はできない。とにかくカズハが浮気をするのは未然に防ぐ必要がある。まずは今の現状を把握しておきたい。そう思った俺はカズハのスマホを盗み見ることにした。夜、カズハが寝ているのを確認してから、俺は彼女のスマホに入っているメッセージアプリを開いてみた。すると、正午と書かれた人物と頻繁にやりとりをしているのが分かった。急いでそのメッセージを開く。俺は愕然とした。店長、今日もお疲れ。
お疲れ。今日もカズハがいてくれて助かったよ。カズハはいるだけで癒されるな。やだ、そんなこと言ってくれるの店長だけだよ。嬉しい。カズハは可愛いな。俺の嫁とは大違いだよ。カズハの旦那さんが羨ましい。昨日も来てたし、可愛いカズハのことが心配なんだろうな。どうなんだろう。でももうおじさんだし、店長とは大違いなのよ。毎日見ているとうんざりしちゃう。そう言うなよ。俺だってそのうちそんなおじさんになるんだしさ。店長はならないよ。かっこいいもん。それ理由になってないよ。それはそれは楽しそうなメッセージのやりとりだった。これは黒だろうな。俺はそうつぶやいた。少し確認するだけのはずが、決定的証拠をつかんでしまったようだ。でも、まだこれだけでカズハの不貞を立証するのは難しいだろう。そう思った俺は、更新所にカズハの動向を探ってもらうことにした。このメッセージを見ただけで、かなり精神的ダメージを食らってしまったのだから、これ以上の捜査を自分で行うのは無理と判断したのだ。更新所の世話になるなんてなぁ。こんなの、ドラマの世界だけだと思ってたよ。そう言いながら涙を耐えた。俺は翌日、更新所に向かった。妻の浮気調査を頼むなんて、夫として俺のプライドはズタズタだ。だが、更新所のスタッフからの聞き取り調査を受けているうちに、俺の心はだんだんと、カズハへの復讐心で溢れていった。これで明らかな証拠が出てきたら、俺は動くぞ、カズハ。数週間後、更新所からの連絡を受けて、俺は結果を聞きに行った。こちらが結果です。ありがとうございます。どこか心の中で違っていて欲しいと願ったが、それも虚しく、俺が受け取ったファイルには、カズハがあの男と車に乗っている写真や、手をつないでホテルへと入っていく写真が入ってあった。はぁ。自然とため息をついてしまったが、いつまでも落ち込んでいるわけにはいかない。俺は今後どうしていくのかを考えることにした。ハンナメッセージや写真を見た後で、平然とカズハと結婚生活を送れる気がしない。今すぐにでも離婚をしたいところだが、俺はまた藤沢をランチに誘った。なんだ？また相談か？ああ、実は更新所に行ってさ。更新所？で、どうだったんだ？やっぱり浮気してたよ。もう彼に夢中って感じだな。今も相変わらずウキウキしながら仕事へ行くし。本当に、どうしようもないよ。そうか。で、お前はどうしたいんだ？もう離婚しようかなって思ってる。でも、子供がな。若菜ちゃん、中学受験を考えてるんだろ？やっぱり面接には、両親揃っていた方がいいぞ。やっぱりそうか。子供のために頑張らないとな。離婚したいなら、そのための準備をする期間だと思えばいい。若菜ちゃんがお前についてくるかどうかはわからないけど、新しい家も準備しておけばいいじゃないか。あと5年くらいあるわけだからさ、いろいろゆっくり考えろよ。そうだな。頑張るよ。まだ先の話だが、若菜は中学受験を考えていた。その時の面接では、両親が揃っていた方が心証がいいことは、受験する上での常識だ。だから、まだカズハに離婚を言い渡すわけにはいかない。すべては若菜のためだ。俺はそれからもちょこちょこ、更新所に調査を依頼したり、自分でカズハのスマホを確認したりした。まさか俺が気づいているとは思っていないカズハは、相変わらずやりたい放題。楽しそうに仕事へ向かい、若菜が小学校へ行っている間は、休みを合わせてデートを楽しみ、夜になるとスマホで愛を伝え合った。最初は精神的に参っていたが、慣れとは恐ろしいものだ。一年も経つ頃には、それを見てももう何とも思わなくなっていた。若菜の受験が終わったら、すべてを伝えて、離婚してやる。その思いだけで、俺は証拠を集め続けた。最初に更新所に飛び込んでから3年が経った。若菜は6年生になった。幼かった娘はすっかり大きくなった。中学受験に向けて、毎日勉強を頑張っている。母親が長年不倫しているという事実は、若菜にだけは気づかれたくない。俺はそう思って、これまで何とかカズハにも平常心で接していたのだが、ある日、
若菜が俺にこう言ったのだ。ママって他に好きな人がいるでしょ？どうしてパパとママは離婚しないの？え？あまりにさらっと言われて俺は驚いた。気づいていたのか。一体いつから？なんでそう思った？だってママ、わかりやすいんだもん。仕事に行くときすごく楽しそうだし。だから好きな人が職場にいるのかなって思ってる。パパも気づいてるんでしょ？子供の成長は想像以上に早い。まるで大人のように淡々と話している彼女を見ていたら、俺はもっと早く真実を伝えてやった方が良かったのかもしれないと後悔した。そうだな。若菜は気づいてないと思って、黙っておこうと思ってたんだ。もう離婚してもいいよ。そしたら私はパパについていくけど。そうなのか？ママは昔からなんだかんだ言って、自分が最優先な人だもん。私正直ママのことは苦手なの。パパと一緒にいたい。若菜。俺は思わず娘の前で涙してしまった。これまで自分一人で抱えていたものが、全部解放されたような気分だった。泣かないで、パパ。ごめんごめん。なんだか嬉しくて。あ、でももしかして、私の受験が終わるまでは、パパとママが一緒にいた方がいいのかな。塾の先生か、両親の面接が大切って言ってたよ。そうなんだ。だから若菜の受験が終わるまでは、パパたちは離婚しないよ。ママはパパが気づいていることに気づいていないから、若菜も黙っていてほしい。若菜の受験が無事終わったら、パパと暮らそう。わかった。楽しみにしてる。こうして若菜からの応援を受け、俺はいよいよ差し迫った離婚に向けて、さらに動き出した。数日後、俺は一軒の家の前にやってきた。更新所からの情報で知った、不倫相手である男の家だ。この日彼が仕事に行っているのは、カズハのスマホから確認済み。俺が用があるのは、彼の奥さん、ひとみさんだ。ピンポン。インターホンを鳴らす。中から、小柄な女性が出てきた。はい。突然すみません。私、中西と申します。今日はご主人のことでお話がありまして。中西さん？すみませんが、奥様はいらっしゃいますか？妻は今不在でして。妻の名前はカズハと言います。中西カズハさん。やっぱり、私たち、被害者なのね。え？やっぱり？被害者？ひとみさんに不倫の事実を告げようとやってきたのに、彼女から返ってきた言葉は意外すぎるものだった。失礼ですが、もしかしてご主人が私の妻と浮気していることをご存知なのですか？ええ、知っています。お恥ずかしい話ですが、主人が浮気をしたのは今回のことが初めてではなくて、もう何回こんな思いをさせられたかわからないんです。一応その都度証拠は取っていますので、今回あなたの奥様と浮気をしたことは知っています。そうだったんですね。今回は妻がご迷惑をかけました。いえ、うちの主人が誘ったんだと思います。あの人、私とうまくいってないからと言って、女の人を誘うので。でも私、そろそろ限界かなって思っていたところなんです。中西さんはどうなさるのですか？うちは今、娘が中学受験をするところですので、それが終わったら妻に証拠を突きつけて離婚をしようと思っています。新しい家も今内緒で探しているところです。いいですね。私ももう離婚しようと思っているので、よかったら一緒にあの二人に復讐しませんか？そうしましょう。こうして俺とひとみさんは共闘して二人に復讐してやることに決めたのだ。思わぬ仲間の登場に俺の気分は少し上がった。ひとみさんと何度か話し合いをして、奴らを地獄に落とすための計画を練った。それから一年、若菜は無事に試験に合格した。母親の不倫に気づきながらも、見事合格してみせるなんて、我が娘ながら本当にすごいと思う。カズハは合格発表の日ですら家にいなかった。友達と出かけてくるなんて言っていたが、どうせあの男と会っているのだろう。母親として本当にどうかしている。俺は家で一人、学校から帰ってきた若菜を出迎えた。パパ、合格してたよ。
ああ、パパも見たよ。本当におめでとう、若菜。本当によく頑張ったね。あれ？ママは？ああ、出かけたみたいだな。またデート？しょうがないな、ママは。若菜は呆れたように笑った。さあ、次はパパの番だよ。え？私は無事合格できたから、もうママと離婚するんでしょ？ああ、そうするつもり。でもいいのか？ママと離れて。だってすでにいないじゃん。もういいよ。そっか。まあ、そうだな。パパと二人で楽しく暮らそう。うん。若菜の大人な対応を見るたびに、俺はなんだか申し訳ない気分になった。でも仕方ない。俺たちはこれから、カズハのいないところで幸せに暮らすんだ。数日後の夜、俺はカズハに話しかけた。若菜も合格したことだし、お祝いに久々に夫婦でディナーでもどう？俺の実家に若菜は預けてさ。いいわね。行こう行こう。何も知らないカズハは、俺の誘いに喜んで乗った。これから地獄が始まるとも知らずに。予約したのは、俺がプロポーズした時に行った個室で食事を楽しめるレストラン。最後は、思い出の場所で締めくくろうと思ったのだ。ここ、久しぶりに来たね。覚えてたのか。そりゃ覚えてるよ。思い出の場所ってやつでしょ？そうだな。俺たちは久しぶりに夫婦での時間を楽しんだ。カズハはあの男に夢中で、ここ数年、俺たちは二人で出かける時間など持ってこなかったのだ。すごく美味しい。久しぶりだけど、やっぱりここは美味しいな。食事を楽しんだ後、俺はおもむろに、カバンの中からカズハの不倫の証拠の数々を取り出した。え？さて、実は今日、若菜も抜きで君をここへ連れてきたのはこのためだ。何何？これはなんだ、カズハ。俺が取り出した写真を見ると、カズハは観念したように笑った。なんだ、知ってたんだ。いつから？君が不倫を始めてすぐだ。え？そんな前から？ずっと知ってて言わなかったの？信じられない。信じられないことをしていたのはお前だろうが。俺は若菜の受験が終わるまでは我慢しようと決めてたんだ。あ、そう。でも、もうその受験が終わったから、私は用済みってわけね。いいわ。じゃあ離婚しよう。お前そんなあっさり。若菜に悪いと思わないのか。だって仕方ないじゃない。好きな人ができたんだもん。ヒロシの方が若菜を大切にしてくれると思うし、あの子もヒロシと暮らした方が幸せだと思うわ。だから親権はあげるわよ。ああ、そう。思っていた以上にクズな女だな。これまで見抜けなかった自分が恥ずかしいよ。お前の顔なんてもう見たくない。今日はもう離婚届を持ってきているから、さっさとこれにサインしてくれ。準備がいいわね。すぐ書くわ。カズハはそう言うと、さっとサインをした。こんなクズと何年も一緒に生活していたなんて、俺は悲しくなった。まあいい。これで離婚成立だ。ところで、これからお前はどうするんだ？どうするもこうするも、あなたには関係ないけど。でもまあ、彼と一緒になると思う。彼も奥さんとうまくいってないから。俺はその言葉を聞いて、隣の部屋のドアを開けに行った。うちの妻はお宅のご主人と再婚するそうですよ。私たちはもう離婚成立しましたから、どうぞご自由に。俺がそう言うと、中から慌てたようにあの男が飛び出してきた。ちょっと待ってくれ。浮気相手の突然の登場に、カズハは目を丸くした。え？翔吾？カズハ、離婚するな。は？なんで？お前、俺が離婚して、お前と一緒になりたいって言葉本気にしてたのか？当たり前じゃん。そんなの嘘に決まってるだろ？俺は家族が一番大事だ。は？何言ってんの？何言ってんのって、お前重いんだよ。どう考えたって、その場のノリで言ってるだけなのにさ。二人が揉めているところへ、ひとみさんが口を挟んだ。何を揉めているのか知らないけど、あとは二人でやってくれる？翔吾、あなたとはもうこれで離婚よ。もう弁護士にも相談してるの。
嘘だろ？瞳、お願いだ。やり直してくれ。あんたバカなの？これだけ浮気しておいて、よくそんなこと言えるわね。子供たちはどうなるんだ？そんなの、私が育てるし、あんたにはもう会わせるわけないでしょ？そんな。ちょっと翔吾、奥さんとは別れたかったんじゃないの？お前はうるさい。黙ってろ。はあ？カズハさん、この男はこれまでも何回も浮気しているのよ。その都度私に怒られてきたんだけど、私ももう限界だから。こんなのでよかったらあなたにあげるわ。でも、多分またやるわよ。ちょっと待て。俺はカズハと一緒になる気なんてこれっぽっちもないんだ。お願いだ、瞳。考え直してくれ。いいえ、考えません。さようなら。言っておくけど、あんたたちの話は職場に話しておいたから、クビになるかしらね。まあ、せいぜい、お幸せに。さ、ヒロシさん、帰りましょう。そうですね。じゃあな、カズハ。ああ、慰謝料は請求させてもらうからよろしく。あと、あの家はもう売ることにしたから。もう手続きも済んでるんだ。来週までに荷物まとめて出て行けよ。俺と若菜は新居に引っ越す準備してあるから。はあ？ちょっと何勝手に。待ってくれ。カズハと男は何か叫んでいたけど、俺たちは無視してレストランを後にした。ああ、すっきりした。ヒロシさん、ありがとうございました。いえいえ、こちらこそありがとうございました。お互い、これからも頑張りましょうね。その後無事、俺たちの離婚は成立し、俺と瞳さんはお互いの相手に慰謝料の請求をした。噂によると、カズハと男は仕事をクビになったらしい。無職の状態でどう慰謝料を払うのか知らないが、何としてでも払ってもらおうと思っている。こうして俺たちの復讐劇は幕を閉じた。でも、それだけでは終わらなかった。なんとこの復讐劇は、新たな幸せを運んできてくれたのだ。実は、俺と瞳さんは再婚したんだ。今は、若菜と瞳さんと彼女の二人の子供たちと共に暮らしている。来月には結婚式もするつもりだ。もうお互い年だし、結婚式なんてと思っていたのだが、若菜が絶対にやった方がいいと勧めてくれた。まさかこんな展開になるなんて、と俺が一番驚いている。瞳さんはとても優しくて、一緒にいてとても癒される人だ。こんな素敵な人と出会うきっかけをくれたカズハには、少しだけ感謝しないといけないかもな、なんて思っている。つべこべ言ってないで早く脱げや。ちょ、それだけは。俺はヒロシ、25歳のしがないサラリーマン。毎日が家と会社の往復で、特に楽しみや趣味もない。でも、そんな俺にも2歳年上の最高な妻がいる。彼女の名前はリン、27歳。リンはある有名企業で仕事をしていた。俺から見たらエリートで、見た目も小綺麗にしていて、振る舞いも優雅だった。何の取り柄もない俺は、先輩が誘ってくれたバーベキューのイベントでリンと知り合ったんだ。俺は一目で彼女に惹かれたんだけど、自信のない俺は彼女にアプローチできるはずもなく、肉や野菜、ドリンクをテーブルに並べたり、炭を起こしたりと、右往左往して先輩のサポートに徹していた。ヒロシ、ちょっとあっちの炭が足りないから、新しい袋を持ってきて。あ、わかりました。あっちのトランクにあったと思うので行ってきます。飲み物と食べ物が少なくなってきたから、買いに行ってきて。こんな感じで、俺はゆっくりとバーベキューを楽しむ余裕なんてなかった。まあ、でもこれが俺の性には合っていたし、最初からリンは高嶺の花に見えていたから、俺も気にせずに自分の役割を全うしていたってことだ。でもそんな俺をリンは遠くから見てくれていたみたいなんだ。俺の先輩はイベントが大好きで、バーベキュー以外にもカードゲーム大会やトレッキングなどの企画をして、友達同士の付き合いを楽しむ人だった。だからか、俺も先輩のイベントにはよく参加するようになっていたんだ。三度目かのバーベキューの時、俺も段取りがようやくつかめてきた。自分がホスト役に徹して手伝いをするだけではなく、ようやくバーベキューを楽しめるようになってきた。そんなある時、お酒を飲みながら知人と談笑をしていたんだ。
そこにリンが来て俺の横に腰掛け、自然と会話に混じってきた。緊張している俺に屈託のない笑顔で話しかけてくれ、年上らしく優雅な雰囲気で場を盛り上げていた。そういえばひろし君はいつも真剣に用意してくれてるよね。おかげで楽しく参加できるよ。ありがとう。いえ、こういうのを自分の性格に合ってるんで楽しいから。初めの頃はこんな当たり障りのない会話をしていたが、イベントの回数が増えるに従って凛と会話をする機会が増えていった。俺は凛が隣に来る頻度が多いと気づき、少し不思議な感覚はあったが、たまたま偶然が重なって近くにいるもんだとばかり思っていた。ねえひろし君、今度時間があるとき食事でも行かない？ベトナム料理のいいお店見つけたんだ。そうなんですか？まだベトナム料理食べたことないので行ってみたいですね。最初はお酒も入っていたから、年下の俺を社交辞令で誘ってくれているんだろうなと思っていた。でもイベントで何度も顔を合わせているうちに、本当に食事に行く流れになっていった。そんな俺たちが付き合い始めたのはすぐだった。俺たちの相性は旗から見ても良かったし、当たり前だけど自分たちでも分かっていたから、自然と結婚することになった。俺は凛と結婚してから幸せな日々を過ごしていたが、ある夜ベッド脇に見慣れない箱のスキンを見つけたんだ。俺はその時凛に何も言わなかった。もしかしたら勘違いかもしれない、そう信じたかったからだ。ねえ、今日はいつもと違ったけど調子悪かった。大丈夫？俺は気遣うふりをしつつも探りを入れてみた。うん、最近ちょっと会社でいろいろあってね、気分が落ち込んでたからごめんね。凛は俺の言葉に当たり障りのない返事をしてきた。だから疑うっていうより、やっぱり信じようって気持ちも少し出てきた。でもそれから数日後にまた同じ箱のスキンを発見した。俺は凛との夜の営みの時、このサイズのスキンじゃないし、ブランドも違うものを使ってるから俺のじゃないという確信があった。それにその箱の中身が明らかに減っていたんだ。普通に考えたらそりゃありえない話だよね。俺はそれで浮気を確信したよ。しかも俺たちの家で妻は浮気してたんだ。こいつ浮気してんな。よりによって俺たちの部屋で。もう怒りが頂点に達して今にも爆発しそうだったよ。でも何かしらの行動を起こすにはまだ早いと思って、一度そのまま放置。二週間くらい経った夜、俺たちは体を重ね合った。もう浮気してるだろうなってなんとなく分かってたからね。少しでも楽しみたいと思った俺は、いつもと違うプレイで凛を攻めてやったよ。この時の凛の顔って言ったら、見たこともないくらいひどかったよ。ことが済んだ後、凛はそそくさとシャワーに向かった。その時にスキンを確認しようと思ったんだけど、さすがにこの時は、あの箱は隠していたみたいで、いつもの俺の使っているものだった。凛がシャワーを浴びに行ってる間、証拠を見つけるために気は乗らなかったけど、仕方なく凛のスマホを見た。そこで思ってた通り、真男とのやりとりを見つけることができたんだ。こいつ、浮気をしてるってのに、不用心にもスマホのロックをかけてなかったよ。だから簡単に誰が浮気相手なのか特定することができた。俺が必死で笑いをこらえていると、ふと引き出しが少し開いていることに気づいた。引き出しを開けて中を確認すると、そこにはあのスキンの箱が。明らかに中身が減っていた。こいつ、俺がいない間にどれだけここでやりまくってんだよ。これで俺のリミッターは完全に外れたんだ。というより壊れたね。ここから俺の妻と真男に対する復讐劇の始まり始まり。実は俺は最初に妻の浮気を確信してからも、凛が自分から積極的に浮気しているとはどうしても思いたくなかったから、ちゃんと現場を抑えようと考えていたんだ。だから俺はあの手この手で証拠を探していった。そうしたら証拠が集まるにつれて、あれよあれよと凛と真男の本性がボロボロと見えてきた。とりあえず証拠が取れるよう、
俺たちの部屋に監視カメラを仕掛けておいた。そうしたら、数日後の昼間、早速浮気現場の様子が録画されたんだ。リン、なんかドキドキするね。今日も綺麗だよ。あ、いいわ。もっと、もっとちょうだい。胸クソ悪かったが、これはもう立派な動かぬ証拠。その映像に映っていた真男の身長は170センチぐらいで、スタイルが良かった。調べていくと、相手は妻と同じ会社の人だって分かった。ちなみに年齢は28歳で既婚者。凛の直接の上司ではないけど、同じ会社のやつだった。宮脇って名前らしい。そこからの俺は、もう人間不信真っ只中の男だったよ。人間こうなると、自分で修羅場を作って楽しみたくもなるもんだな。だから、魔男と妻がデートをする日に合わせて、俺は復讐をすることにしたんだ。そう、もう妻のことは信じられないから離婚することを決め、最後に人暴れしてやることにしたんだよ。こいつらのいつもの浮気の場所やパターンを知るため、俺は何度か妻のスマホを見て状況を把握することに成功。デートの日を確定して、浮気の証拠が整ったらそれを狙って、修羅場を実行するのが今後の流れだった。こいつらのデートのパターンが見えてきてから、俺は何度か二人にいい夢が見られるように、好き勝手にやらせてやったよ。それも仕込みをするためにね。二人でホテルに入る証拠を収めたカメラも、しっかりとバックアップをした。証拠の写真も印刷した。準備はオッケー。俺は、次のデートでこいつらに地獄を味わわせてやることに心が躍った。修羅場を作るために、俺は二人がホテルに入るところに突撃することにしたんだ。作戦決行の日は金曜の夜だった。リンは数日前に友人と旅行に出かけると俺に言ってきていた。お泊まりデートってやつだね。リンと真男は20時に待ち合わせをしてた。俺が調べ始めてからも、妻は真男と6回関係を持った。せっかくなんで、今回は大暴れさせてもらうよ。20時前に、律儀にリンは待ち合わせ場所に到着していた。真男はまだ来ていないみたい。俺と結婚してから見せたことないようなワクワクした顔で、正直イラッとしたね。予定時間から15分が経過した頃、ついに真男がやってきた。ヘラヘラした顔をしやがって。これから何が起こるか知らずに、二人はレストランへ食事に行くみたいだ。二人は腕を組んで、まるで恋人同士のようにしてレストランに入っていった。俺はその様子が見える場所でコーヒーを飲みながら、さらに証拠の写真を撮っていった。真男はきっと、奥さんに出張とかなんとか嘘をついてきたんだろう。そんなことを思いながらも、俺はだんだんとテンションが上がってきて、薄気味悪い笑顔がガラスに映っていた。旗から見たら、俺はただの変態に見えるかもな。あいつらが飯食った後は、当然ホテル直行のお決まりコースでしょ。だから、ホテルに入る前に勝負を決めてやるよ。動かぬ証拠を突きつけるために、二人がレストランを出て、ホテル街に入っていくまでムービーを撮りながら尾行してやろう。ホテルに入っていく瞬間まで、せいぜい楽しんでいろ。実は、ホテルの敷地に入る瞬間は事前に何枚か撮って、いい画質のものを印刷してある。刻一刻と近づくその瞬間を待ちきれず、つい笑い声が漏れてしまったよ。二人が楽しそうに食事をしてからもう2時間くらい経ったかな。やっと動きそうだ。ついにレストランから出てきたぞ。ここから10分くらい歩いた場所にホテル街がある。多分行き先はそこじゃないかな。ワクワクが止まらなかったよ。二人は予想通りに夜の歓楽街へ向かって行った。俺は変にテンションが上がってきた。この後、証拠を持って二人に事情を吐かせる作戦だ。俺は何度か下調べをして、あいつらがよく行くホテルは知っていたから、ホテル前で二人にバレないように隠れて待ち伏せした。そして、ついにその瞬間がやってきた。二人がホテルの前に到着して今にも入っていく瞬間。パシャ。俺はわざと週刊誌のようにフラッシュを焚いて、絶望的な表情を写真に収めてやった。フラッシュの光に驚いた二人は発見に取られていたが、すぐに俺に気がついた。
その瞬間の二人の顔、振り返った二人の表情は最高だったな。特に凛の絶望した表情が忘れられないよ。魔男の方は切れながら俺に叫んだ。お前、何撮ってんだよ。それから怒鳴り散らしながらこちらに近づいてきた。そんな魔男を横目に、凛は俺の姿に気づき、ただ黙ってうつむいているだけだった。その女と結婚してんの俺なんだけど、お前こそ誰？魔男がその一言で固まった。ヒロシ、なんでこんなところにいるの？そりゃ、浮気してるからちょっと話をしようかと思ってね。え？何のことか。俺は二人の話なんて聞く耳を持たないで、そのままこのホテル内に連行。これから俺は、魔男と妻に地獄の制裁を下してやる。もちろん魔男に金は払わせて、このホテルで一番高い部屋に入ってやった。まあ、当然俺のリクエストを聞いてくれたよ。なあ、リン、こんないい部屋に泊まれるみたいだよ。よかったじゃん。ありったけの作り物の笑顔で言ってやった。俺の表情は魔男を凍りつかせるには十分なくらいぶっ飛んでいた。なあ、人の妻寝取ってどんな気分だった？あんたも結婚してんだろ？感想聞かせてくれや。魔男はかなり焦っていた。そりゃそうだよな。既婚者だもん。しかも俺にバレてるってね。いや、今日はたまたま、初めてなんだ。てめえ、ふざけたこと言ってんじゃねえよ。証拠は揃ってんだ。自分のやったこと口に出して言ってみろや。奥さんにバレたら大変だぞ。まあ、こいつが何を言おうが、お構いなしに奥さんに暴露してやるけどね。妻には、どうかお願いします。浮気なんてするつもりじゃ。あ？さっき初めてとか抜かしてたな。そう言うと、俺は証拠の写真を真男の前にばらまいてやった。ホテルに二人仲良く並んで入るところ、俺の家で行為をしている最中のところを、魔男はその写真を見て絶望の表情を浮かべた。人ってこんな時、こんな表情をするんだな。俺は思わず笑い出しちゃったよ。そんな俺と魔男とのやりとりの中、凛はずっと泣いて謝ってくる。ごめん、ちょっとした出来心で、ヒロシを裏切ろうなんて思ってなかったの。はあ？何口から出まかせ言ってんだ。泣いて謝るぐらいなら最初から浮気すんじゃねえよ。出来心だってのも嘘だろ？そう怒鳴りながらも俺の頭は至って冷静だった。じゃあ、こっからどうやってこいつらを料理してやろうか。もう二度としません。許してください。だから、妻にはこのことは。まあ、最初から全く許す気なんてないんだけどな。でも、とりあえず俺は凛と話がしたかったので、一旦魔男をトイレに押し込んだ。それから俺は、ひとまず浮気した理由を聞いた。なあ、なんで浮気したんだよ。これってどういうこと？彼は会社の違う部署の上司で、時々一緒に仕事をしてたの。あの人が仕事をしてる時、みんなに慕われてて、そんな姿に憧れて。で、なんでこうなったの？私もわからないけど、一緒に仕事をしてるうちに、いつの間にか好きになってたのかな。ヒロシに申し訳ないって思ってたけど、仕事が一段落した時に彼から食事に誘われて、一回ぐらいならって思って、食事に行ったの。あいつの仕事をバリバリしている姿に憧れて、いつの間にか好きになってたと。で、あいつから食事に誘われてホイホイついて行ったわけね。俺に悪いと思いつつ、うん、そうなの。ヒロシのことを思うと、こんなことしたら悪いって思ったんだけど。本当にそう思った？じゃあ、なんで食事だけじゃなくて、やってんの？その時はしてないわ。そんなこと信じられると思う？お前みたいな知るがるは、いい気分になったらすぐに欲しがるだろ？現に俺たちが付き合ってからも、最初に積極的に誘ってきたのはお前だったろ？わかったわ。そうよ。一回目の食事で、その流れでホテルに行ったわよ。でも悪かったと思ってるわ。
じゃあ、なんでその一回で終わらなかったんだよ。リンは泣きながら、憧れの人から誘われた食事が嬉しかったこと、食事が終わったら帰ろうと思っていたこと、でもついお酒を飲みすぎたせいで、そのままの流れでやっちゃったと弁明してきた。最初の行為から、職場ですれ違うたびにそのスリルが蘇って、ドキドキしていたそうだ。それから、どちらからともなく誘い、この関係が現在まで続いていたと。でも信じて、ヒロシに不満があったとかそういうのじゃなくて、ただただ憧れの人とそうなれたっていう気持ちだけなの。魔が差したっていうの？本気じゃなかったの。へえ、そうなんだ。って誰がそんなこと信じるかよ。お前、あいつを家にあげてやってただろ？俺が気づいていないとでも思ったのか？ゴムが出っ放しだったんだよ。え？そんなはず。リンは俺が使うスキンと、魔男が使うスキンはちゃんと隠し場所を変えていたようだ。でもあの日の日中は、激しく求め合って、スキンを隠すのを忘れてしまうぐらい疲れ果てたようだ。日中や俺が残業をすることが分かってる日に、堂々と俺の家に来るようになって、背徳感とスリルを楽しんで何も考えられなくなったんだってさ。本当に虫唾が走る。魔男も魔男で、リンが結婚して旦那がいることが分かってたから余計燃えていたみたい。そんな感じのことをリンの口から引き出して、ひとまず話を終了させた。俺は次に魔男を呼び出し、今度はリンをバスルームへと押し込んだ。魔男はすぐに俺に向かって土下座をしてきたよ。本当にごめんなさい。僕が悪いんです。もうしませんから。もうしませんからって、許してもらえるとでも思ってるの？浮気してた事実は消せないよ。どうしてくれるの？彼女にはもう近づきません。二度と会いません。どうか許してください。へえ、じゃあ会社辞めるってことでいいの？奥さんいるのに生活大変だね。自分には家族がいるから、会社は。え？辞めないの？会社。なんでよ。今自分で凛とはもう会わない、近づかないって言ったよね。会社いたら会っちゃうよ。会社で会わないように気をつけます。ご迷惑をおかけしません。だからこのことは。家族？結婚してんなら、これって不倫じゃん？家族いるのにこんなことしてたのね。それでバレたら泣き落とし？すみません。絶対にこんなことはもうしませんから。そんな口で言っても信じられると？態度で示してくれないと、俺は納得しないよ。態度とは、どうすれば、慰謝料なんて。はあ？俺が金欲しさにやってるとでも？いちいち勘に触るやつだな。説明しないとわかんないわけ。バカなの？ごめんなさい。ごめんなさい。魔男は頭を地面に打ちつけながら土下座を続けた。俺は気分が良くなり、その光景を撮影した。それからこう言ってやったんだ。そんなんじゃ足りないね。全裸になって、誠心誠意謝りな。でも、魔男は服を脱ごうとしない。何？じゃあこのこと奥さんに言っちゃうよ？だんだん楽しくなってきた。エンジン全開だ。実はさ、あんたのこと調べてあるんだよね。どこに住んでて、名前は何で、部署はどこか。だからやらないなら、わかってるよね。つべこべ言ってねえで早く脱げや。魔男もさすがに奥さんに言われるのは嫌みたいで、すぐ脱いだ。やればできるじゃん。はい、土下座。パシャ。で、リンのことは本気？遊び？遊びです。ほんの出来心で。ごめんなさい。奥さんいるし、そりゃ遊びか。他にも遊んでる相手いるんじゃないの？俺にバレるだけだから、素直に言ったら？俺、あんたとは何も関係ないじゃん。奥さんには言わないでやるから。はい、います。会社の人？いえ、マッチングアプリで出会った人です。お盛んだね。すごいわ。わかった、もういいわ。リンと話すからまたトイレに入っててよ。はい。俺は魔男を全裸のままトイレにまた押し込んだ。全裸になってる魔男がトイレに入ってきて、リンは驚いていたが、そんなことはどうでもいい。
なんでこいつが裸かってそんなに驚くことか？見慣れてるだろう？と言ってやった。二人をトイレに押し込んでから、魔男が脱いだ服からスマホを拾い上げた。ロックすらかけてなかったよ。浮気してるのに甘いよな。まあ、バレるとは思ってなかったんだろうけど。スマホから連絡先一覧を見てみると、奥さんの名前を発見。でも、奥さんのスマホには直接電話せずに、あえて自宅に電話をかけた。すると、電話口に女の人が出た。夜分遅くに申し訳ありません。宮脇さんのご自宅でしょうか。はい、そうですが。宮脇さんの奥さんですか？はい、どういったご用件でしょうか。実は、大変申し上げにくいのですが、ご主人が僕の妻と浮気しているところを取り押さえましてね。今話し合いをしているんですが、念のため奥さんにもご連絡をと思いまして。奥さんからすれば、こんな夜遅くにこんな電話がかかってくるなんて、不審に思ったみたい。新手の詐欺の手口だと思ったのか、言葉を一つ一つ選んで俺と会話をしようとする緊張感が伝わってきた。魔男がクソなのは当然だが、奥さんも俺と一緒で被害者だからね。俺はもっと慎重に詳しく内容を奥さんに伝えた。一つ一つ自分が調べたことを丁寧に話すと、少しずつ俺の話を信じてくれた。二人がホテルに入るところと出てくるところを写真に撮ってあることを伝えると、写真を見たいと言ってきた。自分のスマホで魔男の自宅に電話してたから、魔男のスマホを使って直接奥さんに写真を送った。これだけだと奥さんも今後大変だろうから、念のため俺の電話番号もテキストで送っておいた。嘘。信じられない。でも。僕も最初信じられませんでしたから、心中お察しします。でも、これは事実です。現に旦那さんはさっき全裸になりながら僕に土下座をしてきました。申し訳ないと思いつつ、証拠として写真と動画で撮ってあります。そんなことをあの人が？それを送ってもらうことはできますか？どうしてもホテルの写真だけじゃ信じられなくて。結構衝撃的なシーンですよ。本当に大丈夫ですか？正直まだあなたから聞いてから頭が整理できてないです。でも、証拠があるならこの目で確かめたいです。よろしくお願いいたします。わかりました。じゃあ送ります。とりあえず電話はこの辺りで切らせてもらいますが、旦那さんが帰ったらよくお話しください。僕も妻とは話すので、夜分遅くに失礼しました。こうして俺は魔男の妻との電話を切り、凛と魔男をトイレから解放した。部屋には俺たち三人になった。長い沈黙が流れた後、二人は俺に向かって土下座してきた。凛は嗚咽しながら号泣している。はぁ、聞き苦しいな。俺は漏れそうだったんで、慰める素振りも見せずにトイレに行くことにした。やるなら好きにやってていいよ。俺のことは気にしないで楽しんでよ。どうせそのつもりで来たんでしょ？なんて嫌味を吐いてやった。トイレから戻っても、二人は暗い雰囲気でうつむいている。あ、もしかしてせっかくだから三人でやりたい？ってそりゃないか。ちょうどカメラもあるし、やってるところを撮ってあげようか？興奮すんじゃない？冗談とも本気とも言えない口調で言ってやった。もういいや。あとはお二人でお好きにどうぞ。夜はまだまだこれからだから、ごゆっくりどうぞ。そう二人に告げると、俺はドアの方へ向かった。すると突然、魔男が叫んだんだ。本当にすみませんでした。あの、写真と動画はどうか妻には。ああ、ごめん。もう遅いから帰るわ。じゃあ楽しんでね。今の状態を二人で慰め合っていいよ。俺は二人のお楽しみの時間を邪魔するのも悪いし、さっそうと帰っていった。それから数日、凛は実家に帰っているようだ。まあ、あんな状態じゃ帰ってこれないだろうけどね。でも、毎日俺に謝罪の LINE をしてくる。鬱陶しいから、魔男の全裸の土下座写真だけ送っといてやったよ。魔が差したっていうの？本気じゃなかったの？なんて、もうどうでもいいよ。
凛への愛情はもう消えていた。調べてるうちに、いろいろとここじゃ言えないようなことも知っちゃったしね。もう好きにしたらって感じ。ああ、そういえば凛と最後にちゃんと話した内容って何だったっけな。そうだ、確か浮気を確信してからのベッドでの嘘ばっかりの会話だわ。今日はいつもと違ったね。それが最後かな。凛の方が歳が上だったんで、大人っぽいところが好きだったんだけど、楽しかった思い出さえも、もう思い出したくないわ。しばらくしたら、離婚届でも書いてもらわなきゃね。はあ、めんどくせえな。でも、俺は優しいから慰謝料の請求はしないでやったよ。あいつらとはもう完全に縁を切りたかったからね。おい、見てくれよ。これ、お前の嫁さんだろ？先輩が差し出したスマホの画面に映っていたのは、確かに俺の嫁だった。でも、隣にいる男は、俺の上司、じゃないか。二人は楽しそうに笑いながら、高級レストランで食事をしている。これ、昨日の夜なんだ。先輩の言葉が、俺の耳に突き刺さる。え？昨日？昨日は、俺たちの結婚記念日じゃないか。嫁は体調が悪いと言って、家で休むと言っていたはずだ。俺の中で何かが音を立てて崩れ落ちた。俺はヒロシ、29歳。俺と嫁の出会いは5年前に遡る。当時、俺が勤めていた会社の取引先で嫁が働いていて、頻繁に仕事場に顔を出していた。はじめまして。こちらの担当のヒロシです。よろしくお願いします。こちらこそ、よろしくお願いします。営業の佐藤です。嫁は活発で愛嬌があり、場を明るくする特技があった。リーダーシップも取れる子で、周りからの信頼も厚かった。対して俺は、淡々と仕事をこなすタイプ。効率的に物事を進める能力には自信があった。今日は、商談がスムーズに進んで助かりました。ヒロシさんの準備が完璧だったからですよ。最初は純粋なビジネス関係だったが、次第に二人の間に親密さが生まれていった。休憩時間に交わす何気ない会話、仕事終わりに一緒に飲みに行くこともあった。最近どうですか？仕事の方は。まあまあかな。佐藤さんこそ、疲れてない？実は、ちょっと疲れているかもしれません。飲みに行きませんか？いいね。どこに行こうか。ちょうど行きたいお店があるんです。SNS でちょうど見てて、駅前の最近オープンしたお店です。いいね。そこに行ってみようか。店内は賑わっていて、活気に溢れていた。カウンターに座り、まずはビールで乾杯した。お疲れ様。今日も頑張ったね。お疲れ様。乾杯。お酒が進むにつれて、少しずつ仕事の話からプライベートな話題もするようになった。何か趣味とかハマってるものはあるの？実は、ヨガを始めたんです。ストレス解消にもなるし、体も引き締まるし。そうなんだ。ヨガって結構ハードなんじゃない？意外とそうでもないですよ。最初は大変だったけど、慣れるとリラックスできるんです。そんな風に、お互いの趣味や興味について話しながら、次第に距離が縮まっていった。居酒屋の活気ある雰囲気も手伝って、会話は弾んだ。ヒロシさん、またたまには飲みに行きましょうよ。いいね。次はいつにする？そんな中で、俺は彼女の明るさに惹かれ、彼女は俺の誠実さを好きになったようだ。自然と付き合いが始まった。ねえ、次はここ行きたいな。この場所素敵。と検索した SNS を見せながら、彼女がいつも提案してきて、二人で次のデートの場所を決めることが多かった。今日も楽しかったね。うん、これからもずっと一緒にいたいな。と、彼女からのプロポーズ。逆プロポーズかよ。まあ、これも俺たちらしいか。
へへへ、嬉しい。ありがとう。これからもよろしくね。そうやって俺たちは結婚した。結婚生活は順調だった。嫁は専業主婦として家庭を守り、俺は仕事に打ち込んだ。休日には二人で出かけたり、家でゆっくり過ごしたり、穏やかで幸せな日々が続いた。今日の夕食も美味しかったよ。ありがとう。二人で過ごす時間が一番幸せだね。結婚してからの三年間、俺たちは多くの幸せな時間を共有した。毎日の生活が楽しく、週末には一緒に料理を作ったり、映画を見たり、ドライブに出かけたりした。家には旅行の写真や思い出の品が溢れ、二人の絆を強く感じさせるものだった。嫁は毎日のように新しいレシピに挑戦し、俺はそれを楽しみに帰宅する。夕食を共にしながら、お互いの一日を話し合う時間が、一日の中で一番幸せなひとときだった。今日ね、育ててたバジルを使ってパスタにしたんだ。どうかな？いいね。すごく美味しいよ。ありがとう。いつも頑張ってくれて。しかし、四度目の結婚記念日に疑惑を知ることになった。先輩から聞いた内容を半信半疑のまま家に向かう。いつもなら楽しみで仕方ないキロなのに、今日は足取りが重い。お願いだ。嘘で会ってくれ。とつぶやきながら玄関を静かに開けた。男物の靴がある。静かに家に入り、声の聞こえる方へ向かう。聞き覚えのある声が二つ重なって聞こえる。家で何をやっているんだ。ただいま。その一言が俺の口から不自然に漏れ出た。目の前で絡み合う二つの裸体が俺の視界を埋め尽くしている。嫁と、俺の上司だ。ひろし？嫁の悲鳴のような声が静寂を破った。上司は慌てて立ち上がり、すまないと繰り返している。俺の頭の中は真っ白で、心臓が耳元で激しくなっている。昨日の写真は嘘だと信じたかったんだけどな。好きにしなよ。そう言い捨てて、俺は自室に向かった。ドアを閉めた瞬間、足から力が抜け、その場に崩れ落ちた。なんで、なんで。押し殺した声でつぶやきながら、俺は拳を床に打ちつけた。痛みすら感じない。ただ、胸の中で渦巻く感情を、どう処理していいか分からなかった。結婚4週目の記念日、俺はあの日のために、どれだけ頑張ってきたことか。タバコをやめ、酒を控え、給料を切り詰めて、嫁さんが欲しがっていた高級ブランドのネックレスを用意した。クソ、と、悲しみと苛立ちが俺を支配する。4年目の結婚記念日を挟む前後で、2泊3日の出張が急遽入り、当日のお祝いはできなかった。仕事を終え、出張先のホテルでスマートフォンを見ると、今日は体調が悪いから早く寝るね、とメッセージが来ていた。普段からあんまり頻繁にメッセージのやり取りはしないから、大丈夫、ゆっくり寝てね、とだけ返信した。今思えば、あの時の違和感に気づくべきだったのかもしれない。サプライズで早めに帰る準備をしていた。プレゼントを渡すために、カバンに忍ばせていたネックレス。それが今、こんな形で無駄になってしまうなんて。見たくもないあいつらの絡みが脳に焼き付いている。押し殺した声でつぶやきながら、俺は何度も拳を床に打ちつけた。クソ、クソ、クソ、クソ。痛みすら感じない。ただ、胸の中で渦巻く感情をどう処理していいかわからない。怒りと同時に悲しみも押し寄せてくる。なぜ裏切られたんだ？俺のどこが足りなかったんだ？愛情と憎しみ、信頼と裏切り、幸せだった記憶と目の前の現実。相反する感情が俺の中で激しくぶつかり合い、心が引き裂かれそうだった。一晩中、俺は眠れなかった。朝になって部屋を出ると、リビングで嫁が泣き晴らした目で正座をしていた。ひろし、
話を聞いて。嫁が泣きながら話し始めた。通い始めたジムで思いもよらない再会があったの。本当に偶然で。こんにちは、お久しぶりですって最初は何気ない挨拶しか交わしてなくって、でも定期的に顔を合わせるうちにだんだん話すようになってきて、トレーニングの方法やどんなプロテインがいいのかとか、そんな話をしてたの。ある日トレーニング用品を買いに行ったらばったり会って、そのまま食事に行って、そうやって会う機会も増えていったの。あなたが嫌いだとかそうじゃないの。本当にごめんなさい。違う世界とのつながりが楽しかったの。うっかり結婚記念日だって忘れてたの。その言葉に俺の中で何かが切れた。忘れてた。ふざけんな。昨日お前は体調が悪いって言ったよな。それなのに上司と高級レストランで楽しんでたんだろ。俺は怒鳴った。今まで溜めていた感情が一気に噴出する。俺がどれだけあの日を大切にしてたか知ってるのか。お前のために、お前のために。俺は激しい怒りと同時に深い悲しみを感じていた。言葉が途切れる。嫁は泣きじゃくっていた。信じていた人たちに裏切られた痛み、大切にしていた思い出が一瞬にして汚されてしまった絶望感。その後の数日間、俺の感情は激しく揺れ動いた。怒りと悲しみ、そして虚無感が交互に押し寄せる。時には嫁を許そうかと思うこともあったが、すぐにあの光景が蘇り、胸が締め付けられ、眠れない日々が続いた。あの日から、俺の日々は地獄のようだった。会社に行けば、上司と顔を合わせなければならない。奴は平然と仕事をこなし、時折申し訳なさそうな顔で俺を見る。その度に怒りを抑え、平常心を保つことが苦しい。胸の中で怒りが燃え上がり、殴りつけたい衝動と戦わなければならない。それでも、仕事中は何とか冷静を装っていた。家に帰れば嫁がいる。俺は嫁を空気のように扱った。泣きながら謝罪を繰り返す嫁。ひろし、ごめんなさい。でも、その言葉が心に届くことはない。ただ空虚な響きとして耳に入るだけだ。かつては愛おしいと思っていた声が、今は耳障りでしかない。日々が過ぎていく。会社に行き、帰宅し、飯を食い、風呂に入り、寝る。そんな機械的な生活が続いた。嫁との会話は最小限。上司とは目を合わせないようにした。生きている実感がない。ただ、時間が過ぎていくのを待っているような日々。ある日、先輩が声をかけてきた。大丈夫か？何か力になれることがあったら言ってくれよ。優しい言葉のはずなのに、なぜか苛立ちを覚えた。大丈夫です。心配してくれてる先輩にも、こんな態度をとってしまう。感情がおかしい。自分も嫌になる。でも、どうすればいいのかわからない。誰かに助けを求めたいのに、その言葉が喉まで出かかっては飲み込んでしまう。夜、一人でいる時にふと思い出す。結婚したての頃の幸せだった日々を。休日に二人で映画を見に行ったこと。嫁の手料理を美味しいと言って食べたこと。些細な喧嘩をして仲直りのキスをしたこと。そんな記憶が蘇るたびに苦しかった。なぜ、あんな幸せな日々が、こんな結末を迎えなければならなかったのか。幸せだった記憶が、今では苦しみの源になっている。なぜだ。つぶやきながら、俺は酒を飲んだ。酔いに任せて、携帯電話を手に取る。嫁の写真が保存されているフォルダを開く。幸せそうに笑っている嫁の顔。でも、結局その写真を見続けることはできなかった。くそ。携帯を投げ出し、もう一杯酒を注いだ。隣の部屋から聞こえてくる嫁の泣き声を無視しようとしても、どうしても耳に入ってくる。その声を聞くたびに、怒りと悲しみが交錯する。会社に行けば会う、
上司の顔を見ると殴りたくなる衝動に駆られた。でもそんなことをすれば自分の人生まで台無しになってしまう。理性で何とか抑えていた。それでも奴の顔を見るたびにあの夜の光景が蘇り、胸が締め付けられる。嫁は必死に関係修復を試みていた。朝食を作り、部屋を掃除し、俺の好きな料理を作る。でも、それが逆に俺を苦しめた。ある夜、夕食を出された時に取り繕う嫁に、なぜ今更そんなことを、と怒りが増した。心の中でつぶやく。結婚記念日を忘れ、上司と浮気をしていた時には、こんなことはしなかったのに。とその思いが、さらに俺の心を苦しめた。もういい加減にしろ。俺がおかしくなる。我慢の限界だ。突然の俺の怒鳴り声に、嫁はびっくりしていた。なんでお前はそんなに平然としていられるんだ。俺がどれだけ苦しんでるかわかってるのか。感情が溢れ出す。嫁は泣きながら、ごめんなさい。でも、ヒロシさんとやり直したいの。謝罪を繰り返す。でも、もう遅い。俺の中で何かが決定的に壊れてしまった気がした。出て行け。低い声で言った。嫁は驚いた顔をした。ヒロシ？聞こえなかったのか。出て行けって言ってるんだ。嫁はいつもと違う俺の雰囲気を悟ったのか、泣きながら荷物をまとめ始めた。俺は黙って見ていた。心の中では引き止めたい気持ちと追い出したい気持ちが葛藤していた。でも、もう後戻りはできない。嫁が出て行った後、静寂が部屋を包んだ。俺は深いため息をつきながらソファーに座った。これでいいのか。自問自答を繰り返す。でも、答えは出なかった。ただ、空虚感だけが胸に広がっていった。ある日会社に行くと、突然上司の姿がなかった。左遷されたらしいぞ。同僚の噂声が聞こえてきた。なんで突然？俺は複雑な思いを抱えながら、自分の席について何事もなかったかのように仕事をした。不倫を目撃した先輩から休憩中に呼び出された。お前が見ていられなくて何かできないかと、ちょっと前に不倫の状況を会社に報告したんだ。写真も見せてな。そしたら上司は人事に呼ばれ不倫を認めたらしいぞ。そして出向が決定したらしい。その話を聞いて俺は少し安堵感を覚えた。俺の気持ちが晴れるためにはあいつらに償いをさせることなのか。そうやって復讐心が芽生えた。奴らに償いをさせてやる。でもどうやればいいのかわからない。日々が過ぎていく。嫁がいない家、上司がいない職場。不倫された男として社内にも噂が知れ渡り、周囲との人間関係もどこかぎこちなくなった。同情の目で見られるのが辛かった。俺は、これからどうすればいいんだ。夜、一人で酒を飲みながら考え込む。これまでの人生の土台が崩れ落ちた今、俺はどこへ向かえばいいのか。未来が見えない。でも、このまま終わるわけにはいかない。飲んでいると、いい思い出が蘇る。嫁の提案でいろんなところに行ったな。そうか、いいことを思いついたぞ。そう決意した瞬間、俺の中で何かが変わった。俺には証拠があるじゃないか。あの日、玄関を開けて見知らぬ靴を見つけた瞬間、直感的にスマホのボイスレコーダーを起動していた。これだ。これで奴らを追い詰めるんだ。心の中でそうつぶやきながら、次のステップに進む準備を整えた。胸の奥で燃える復讐心が、俺を動かしていく。そこで思いついたのは、匿名で告発する方法だ。SNS や掲示板を利用して拡散させる。嫁と上司の名前を伏せて、状況だけを公開し、興味を引かせる。そして、少しずつ証拠を公開する。うまくいくだろうか。数日後、俺は SNS の匿名アカウントを作成し、
計画を実行に移した。まずは、浮気された男の告白というタイトルで、嫁と上司の不倫関係を匂わせる投稿を行った。皆さん、聞いてください。結婚4週目の記念日に、俺は妻と上司の浮気を発見しました。証拠はすべて揃っています。これから少しずつ公開していきます。この投稿は瞬く間に拡散され、多くの人々の注目を集めた。コメント欄には同情や励ましの声、そして彼らを非難する声が溢れていた。信じられない。奥さんひどいな。頑張れ、応援してるよ。もちろん中には非難する声もあった。浮気される方も悪いんだ。SNS 公開って正気？やば。非難の声に一喜一憂する日々が続いた。肯定的なコメントには一時的な満足感を覚えたが、否定的な声が心に刺さることもあった。それでも、俺は計画を進める。次の日、俺は慎重にボイスレコーダーの一部を編集し、投稿した。嫁と上司の声は加工して特定できないようにしたが、会話の内容は明確に不倫を示すものだった。これはほんの一部です。もっと衝撃的な証拠がまだあります。この投稿により、さらに注目が集まった。コメント数は倍増し、リツイートやシェアの数も急増した。マジか。これは完全アウトだな。旦那さん、頑張って。こんな証拠があるなら、即離婚だよ。SNS 上での反応は日に日に大きくなっていった。コメント欄は炎上し、非難や憶測が飛び交った。その後、俺は計画的に情報を小出しにしていった。写真、顔を隠した状態や音声など、すべて匿名性を保ちつつ、状況を明らかにしていった。匿名で上げていた SNS にできる限りの状況を明かし、本人を推測させる内容にした。ハッシュタグでイニシャルや出身校、結婚記念日などを公開した。妻の友人や上司の家族も、この SNS を知ることになった。これを見て、まさか、と思うだろうが、いくらモザイクがかかっていても、本人を知ってる人は、音声と状況を合わせれば本人だと思うだろう。SNS 上での反応は日に日に大きくなっていった。コメント欄は炎上し、非難や憶測が飛び交った。ネットの力は恐ろしいもので、匿名性の中で彼らの行動が暴かれ、非難の的となっていた。しかし、同時に虚しさも感じた。復讐は果たしたが、俺の心の傷はまだ癒えていない。ある日、嫁が俺に連絡してきた。ひろしさん、あの投稿したのあなたでしょ？私が悪いのは分かっています。お願いだからこの投稿を削除して。家族や友人からも連絡が来て、もう耐えられないの。何のことだ？わからない。俺には関係ないことだ。電話の向こうで泣き崩れる声が聞こえたが、俺は心を固くした。ざまあ見ろ。心の中でそうつぶやきながらも、俺はどこかで空虚さを感じていた。復讐は達成したが、その後に残ったのは深い孤独感だった。SNS の通知が鳴るたびに、心がざわつくのを感じた。お前の奥さんと上司のこと、本当か？と、直接職場の同僚からも質問を受けるようになった。その度に俺は、ああ、全部本当だ、と冷静に答えるようにしていた。会社では上司と会うこともなく、感情の起伏はなかった。しかし、嫁と上司との不倫が噂になり、同僚たちはどう接していいかわからない様子だった。それでも俺は平然を装い、仕事をこなして成績を上げていたため、評価は上がっていた。ある日、仕事から帰宅すると、自宅の玄関先に見覚えのある男が立っていた。上司だった。俺は心の中で警戒しつつも、冷静さを保ちながら近づいた。聞いてくれ。話がある。上司の顔は疲れ切っていて、その声にはいつもの威圧感はなかった。俺は黙って彼の言葉を待った。本当にすまなかった。お前にこんなことを言う資格はないが、ずっと謝りたかった。上司は深々と頭を下げ、俺の前に封筒を差し出した。
これは慰謝料だ。少しでもお前の苦しみを和らげることができればと思って。封筒を受け取り、中を確認すると、かなりの額が入っていた。俺は一瞬、彼の誠意を感じたが、それだけでは過去の傷が癒えるわけではなかった。金で解決できる問題じゃないことは分かっている。でも、これが今の俺にできる唯一の償いなんだ。上司の目には本当に申し訳なさそうな色が浮かんでいた。俺はしばらく黙って彼を見つめた後、静かに答えた。分かった。この金は受け取る。でも、それで俺の気持ちが変わるわけじゃない。上司は深くうなずき、もう一度謝罪の言葉を口にした。本当に申し訳なかった。そう言って彼は再び頭を下げ、ゆっくりと立ち去った。俺はその背中を見送りながら、複雑な気持ちを抱えていた。上司の謝罪が完全に俺を癒すことはないが、少なくとも前に進むための一つの区切りにはなった。ある日、同僚で親友でもある健太から電話がかかってきた。ヒロシ、お前のことが心配だ。話すことで何か変わるかもしれない。話を聞かせてくれ。俺はためらいながらも、これまでの出来事を話すことにした。健太、実は、と、初めて人に一部始終を打ち明けた。健太は静かに俺の話を聞き、最後に、ヒロシ、お前は強いよ。でも、一人で抱え込むな。と言ってくれた。その言葉に少しだけ救われた気がした。健太、ありがとう。でも、どうすればいいのかわからない。俺の知り合いに、離婚問題に強い弁護士がいるんだ。紹介するから、相談してみてはどうだ？数日後、弁護士との面談の日がやってきた。こんにちは。それでは始めましょうか。弁護士の冷静な声が心地よかった。俺はこれまでの経緯と集めた証拠、ボイスレコーダーの録音をすべて渡した。なるほど。浮気の証拠は十分ですね。この録音が決定的です。これで離婚訴訟を起こすことができます。慰謝料も請求できるでしょう。よろしくお願いします。俺は弁護士に深く頭を下げ、その後の手続きを進めることにした。離婚調停は予想以上に難航した。嫁は最初、離婚を拒否し、泣きながら謝罪を続けた。ヒロシ、本当にごめんなさい。やり直したいの。もう一度チャンスをちょうだい。その涙を見て、かつての愛情が一瞬蘇ることもあったが、裏切りの記憶がそれをかき消す。もう戻れないんだ、お前とは。弁護士との相談を重ね、証拠を提示し、法的手続きを進めていく。俺は自分の気持ちを整理しながら、冷静に対応していった。嫁もようやく現実を受け入れたようだった。調停は長引いたが、最終的には俺の意思が通り、離婚が成立した。その瞬間、胸の中にあった重しが少しだけ軽くなった気がした。調停後、復讐のために SNS に投稿した証拠は、すべて削除することにした。俺はカウンセリングに通い、自分の心を整理する過程で、過去に囚われることなく前に進むためにはそれが必要だと感じたからだ。投稿を削除し、それ以降一切 SNS への投稿はしなかった。新しい生活が始まった。一人身の生活は寂しさも感じたが、同時に自由を手に入れた喜びもあった。仕事に打ち込み、自分自身を見つめ直す時間を持つことができた。ある日、健太から連絡があった。ヒロシ、ちょっと聞いてくれ。あの後上司とかどうなったか知ってるか？俺は少し驚きながらも、興味深く話を聞いた。いや、知らない。何があったんだ？健太は、上司のその後の話を聞いた経緯も話してくれた。健太の知り合いが上司の出向先に勤めているらしく、そこから得た情報だという。上司は、家族にもバレて完全に孤立しているみたいだ。上司の子供が SNS で見つけて学校で騒がれて、奥さんと子供から無視されて立場がないんだと。上司の出向先でも、彼は低いポジションに追いやられて、細々と仕事をこなしているだけだってさ。
噂も広がってて、誰も彼のことを信用していないみたいだ。ケンタはさらに、嫁の状況についても教えてくれた。奥さんの方もかなり厳しい状況らしいよ。家族からも見放されてて、友人たちからも距離を置かれてるみたいだ。誰にも合わす顔がないらしいぞ。そうか。まあ当然の結果だな。お前も新しい人生を始めるんだろ？ああ、そのつもりだ。過去は過去として受け入れて、前に進むよ。お前も辛かったけど、ちゃんと前に進んでいるんだから、それでいいんだ。そうだな。ありがとう、ケンタ。SNS は消しても、一度広まった情報は早々には消えない。俺は心の中でざまあ見ろと笑った。復讐の結果、彼らは社会的に制裁を受け、一生その烙印を背負って生きることになったのだ。その夜家に帰ると、ふと思い立って、まだ開けていなかった箱を開けた。そこには、かつて嫁のために買ったネックレスが入っていた。しばらくそれを見つめた後、俺は決意した。次の日、俺はそのネックレスを高級ブランド品の買取店に持ち込んだ。鑑定の結果、驚くべきことに、購入時よりも高い金額で買い取ってもらえることになった。おや、これは珍しい。このモデルは限定品なんです。コレクターの間で人気が出て、価値が上がっているんですよ。店員の説明を聞きながら、俺は苦笑した。皮肉なものだ。嫁への思いを込めて買ったネックレスが、こんな形で俺に利益をもたらすとは。人生って、本当に色々あるもんだな。最近はケンタと飲む機会が増えた。最近どうだ？少しは前向きになれたか？おう。前に田中先生が言ってた言葉、覚えてるか？人生には、上り坂もあれば下り坂もある。でも、そこで諦めちゃいけない。必ず、また上り坂が来る。それが最近身に染みてるよ。ニヤニヤしながらケンタが茶化しながら言ってきた。そういえば、ヒロシ。会社の新人の女の子が、お前の仕事っぷりに憧れを抱いてるみたいだぞ。今度食事にでも誘ってみたら？その言葉に少し驚いた。今はまだそんな気にならないが、もう少し時間が経てば、そういう気持ちにもなるのかもしれない。これからの人生に対する期待と希望が少し湧いてきた。口元が少しにやけた。これで終わりじゃない。これからが始まりなんだ。窓の外を見た、街の明かりが輝いていた。その光景を見ながら、俺は静かに微笑んだ。これが俺の新しい人生の始まりだ。復讐は成功し、それなりの制裁を与えることができた。そして、思わぬ形で自分にもいいことが起きている。人生って、本当に何が起こるかわからないもんだ。